はい、今回ね、皆さんにトルコのイスタンブールにある、ケバブ屋さん、品種屋の食堂をご紹介させていただきたいと思います。トルコで言ったら、ケバブが有名だと思うんですけどね、まあ、早速なんでね、これ到着しだったんですけど、ケバブを、堪能しました。まあ、ケバブといっても、キョフテという方ね、キョフテなんですけどね、いわゆるそのドネルケバブじゃない、キョフテで、いただいたんですけど、肉が鶏肉です。鶏肉、まあ、イスラムの国なんでね、豚が確かダメだったかな。で、鶏肉ということで、鶏のもも肉ということで、非常に美味です。非常にね、だからこの他のケバブ屋も行ったんだけど、ね、今ね、どこに行くかっていうと、トルコのイスタンブールにいます。イスタンブールの、今宿にさっきチェックインしたんですけど、今日到着して、ドバイから来たんですけどね、宿チェックインして10時半ぐらいなんですけど、お腹すいたんで何か食べるもないかなと思って、周辺を探したらこのレストランがありました。食堂ね、このね、なかなか美味しそうです。でちょっと今からいただきます。でおすすめ聞いたら、このケバブね、この鶏肉ね、焼いてるやつ美味しそうだった。この店ね、結構気に入ったんでね、まあ、宿の近くだったんで、滞在中2回訪問しました。他のケバブ屋も行ったんだけど、やっぱりここがね、美味しかったかなって感じはします。まあ、ぜひとも皆さんもね、トルコ行ったら、もちろんこういったケバブに関してもね、食すと思うんですけどね、すごく美味しいです。